小室豊地は、日本の法学者。政治評論家、政治学者。姫路独協大学名誉教授、社団法人国際経済労働研究所常任理事。神戸市出身。兵庫県神戸市出身。1965年中央大学法学部卒業。1969年、立命館大学大学院法学研究科修士、家庭修了。 1974年大阪社会事業短期大学専任講師。1979年コーネル大学客員研究員。1981年大阪府立大学社会福祉学部助教授。1989年姫路独教大学経営情報学部教授、同地域センター長。1997年同経営情報学部長。 1998年度大学院経営情報研究課長。1999年度学長。2002年度名誉教授。大手前大学社会文化学部教授。2007年度退職。2001年には兵庫県知事選挙に立候補するも落選。当初は労働法研究。その後、社会保障法、老人福祉法、介護保険法を研究。 研究後半は、福祉政策論を研究。新定現代日本人名録2 0 0 2九百987ページ、不法、小室豊近さん71歳イコール、元県社会福祉協議会長、兵庫、毎日 JP2013 年6月15日閲覧、情景、変革期の老人ホーム経営、競争の時代を勝ち抜くためには奥づけ、ありがとうございます。